はい、本日ですねノースフェイスで秋冬買うべきメンズ服5点をご紹介していきたいなというふうに思います。ということでね、僕はですね動画で紹介している服だけで年間300万以上洋服を使っています。もちろん動画で、出してないところもいっぱいあるんだけど、出してるところだけで300万使ってるって、まあ、計算していただければね、皆さん、ご破産で願いましてはってやっていただいていいんですけども、その中でね僕ノースフェイスも結構多いんですよ。その300万ぐらいかけてトータルで今までで言うと1000万以上はかけてると思うんですけど、1000万ぐらいかけた上でじゃあどれが一番良くてどれが一番良くなかったか、すいません1000万言い過ぎたかもしれない、どれが良くなかったのかというのをねお話していきたいなと思いますので、この5点はこの冬は絶対買ってくださいというねお話をしていこうと思います。だから外れはありません。もう当たりしかない状態で、もうこれがめっちゃ良かったんですっていうお話をしていきますので、まず行ってみましょう。まず1点目っていうのがこちらだぞということで、グローブでございます。で手袋ってね皆さんあんま使わないよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、特に自転車乗ってはる方なんかはね使ってください。やっぱり手が冷たいとやっぱり心も冷たくなります。なのでね、あの手袋しっかりつけていただいてやっていただくんですけど、その中でもじゃあどれがいいんですかと、いっぱい手袋ってあるよねって、確かにいっぱいありますね。ノースフェイスからもいっぱい出ております。その中でどれがいいんかっていうと、僕今まではねノースフェイスのこの E チップグローブっていうグローブを、購入してくださいっていう話してたんですよ。でこれいいですよっていう話で僕自身もこれ使ってたんです。ただ去年からはこの手袋に変わりました。でこれ別にブラックもありますよ。ブラックもあるんやけど、あえて黄色僕選んでますけども、黄色これ何かっていうとヌプシ E チップグローブなんですよ。でヌプシというとですね、お聞きしたことあるかもしれないですけど、これヌプシですよね。そしてこれもヌプシですよね。そしてこれもヌプシですよね。そしてこれもシュプリーム×ノースフェイスのヌプシですよね。そしてこのちっちゃいのもねヌプシですよね。これもヌプシですよね。これ僕がちっちゃくなったんじゃないですか。これのキーホルダーがちっちゃいんですけども、これねヌプシですよね。っていう風に30年前からあります。ちょうど今年が30周年ということで盛り上がってるからヌプシのグローブだっていうことじゃなくて、これはねなんでいいのかっていうと、今まで紹介しておすすめしてたこの E チップグローブ、ゴアテックスの E チップグローブはいいんですけども、風を遮ってくれるんですよ。で風遮ってくれるから、確かにチャリンコ乗ってると風寒いじゃないですか。うわ寒い、わかるわと思ったんやけども、このヌプシのねグローブに関してはね中綿入ってるんですよ。でその中綿がそんなはっきり言って分厚くないというか、ちょっとしか入ってないんですよ。でそのちょっとしか入ってないおかげでこう手の動き方が楽なんですよ。こう手が自由に動くんやけども、ここまでねスキーのウェアぐらいこうでっかいやつにしたらもうこれ以上曲がらないんですよ。だからちょっと自転車には不向きかなっていうことで、ちょうどいい塩梅で手を動かしやすくて、さらに中綿が入ってるから暖かさもあるんですよ。ただ E チップグローブ、さっき紹介した今までいいですよって言ってたのは、これは暴風で風は守るんやけども暖かさないんですよ。風は守ってるだけだけど、これに関しては、まあ、保温力でしっかりこうコーティングというか、その空気の層で暖かさをこうカバーしてて、それで暴風性も多少はあるし、さらに保温力もあるって考えたら、グローブの中ではね一番このヌプシがね僕は個人的に今いいと思ってて、去年ぐらいからずっとこれを使っておりますので、まず一つ目っていうのがこのグローブは買ってください。だからこの5点のうちのどれかという話じゃなくて、5点全部買ってください。それぐらい、おすすめです。まあ、別に僕ノースフェイスから、1円もいただいておりませんけどもね、タブランドやけども僕は個人的にいいと思ったことをねお伝えしておりますので、まずそれ一つ目で、2つ目っていうのがですね、こちらに入っております。これもまた同じくね、たまたまやけど今気づいたけど、ヌプシのダウンミュールっていうやつかな、ヌプシの靴なんですよ。でこれもね値段は比較的安いです。さっきの、グローブも8000円とか7000円ぐらい、このブーツも1万円切るぐらい、8000円とか9000円であったりもしますので、これはねぜひぜひ買ってみてください。っていうのもクッション性ははっきり言ってよくなくて、ノースフェイス唯一弱いの何って言われたら、もうとにかく靴系弱いんですよ。もう靴ブーツ系がとにかくちょっと微妙やなっていうのが非常に多くて、それは見た目が微妙ってじゃなくて、あの価格とクオリティが合ってないんですよね。だからちょっとこれはきついなっていうのが僕個人的にはいつも思ってるんですよ。いや残念やなと思ってるけど、この靴に関してはノースフェイスってやっぱりダウンのブーツとかあるじゃないですか、この傘高高いブーツ、それを応用してこう作ってあるからやっぱ暖かさあるんですよね。でそういう風に考えたらこれは結構持っとくべきアイテム。ちなみに僕はいつも言ってますけども、ヘア履きとして持ってますけど、これヘア履きであったら無敵ですよ。非常にいいんじゃないかなと思います。やっぱクッション性良くないから外やと疲れますのでね、そういったことになっております。で次がですね、こちらに入っておりました、ご存知ですよね、こちらラオウジャケットを皆さんご用意ください。こちらにラオウがありますけどもね、ラオウジャケットっていうのがおすすめのジャケットになっております。ついこの間ね視聴者さんからね、これラオウジャケットこれやけども、
初めて見た人ですよね。ラオウジャケットって何ですかってコメント入ってて、よく見てくれてるヘビーリスナーの人がね、ラオウジャケットとはノースフェイスのマウンテンジャケットを、意味します。タクゾーさんのこれからファンになる方々へみたいな感じでね、ちゃんと説明してくれてるんですよ。いい秘書がいてるなと思ってね、これです、ラオウジャケットね。でこれに関してはもう何がいいんとかって言われたりしたら、とにかくタブランドもこれを真似して作っていきたいと思うぐらいもう完成されきってるんですよ。だから、価格的に5万5000円という価格、あちょっと高いなと思う人もいてるかもしれないし、ああ相場やなと思う人もいてるかもしれないですけど、このジャケットでこのクオリティで5万5000円やったら買いなんですよね。他とかはやっぱできないんですよ。このクオリティで出来上げられないってことで、5万5000円やねやったらちょっと高いですよ。確かにあの先の靴とかグローブから考えるとちょっと高いな、ちょっときついところ紹介せんといてよと思うかもしれないけど、ちょっとこれはね、年中使えます。1年使える、冬とかじゃなくて年中使えるから、とにかく買ってくださいということでお伝えをしておきました。でこれ皆さん覚えてますよね、正式名称がそうラオウジャケットということになっておりますので、この我が生涯に一片の悔いなしということでここ字書いておりますけども、皆さんも覚えておいてくださいということ で次がですね、次はパンツです。こちらの冬用のパンツですね、よく見ていただくとですね、こう中綿が入ってるんですよ。だからこうボコボコしてるんですけども、もともとランニング用として作られてますので、暖かさももちろんそうなんやけども、例えばこういう腰のところにはちょっと小物入れたりエアポッツ入れたりすることももちろんできるし、まあランニングとして使わんという方がほとんどやと思うんですけど、パッて見てもらったらね、こんな感じで結構スタイリッシュなんですよ。細身になってて見た感じもかっこいいで、待ち履きもできて、さらに暖かいってなったりしたら、とにかくこれはなかなかないです。ファストファッションとかで代替ありますかってないです、そんなもんね。でこの辺はやっぱアウトドアメーカーじゃないとやっぱさすがないよねと。まあもちろんマウンテンジャケットもそうやし、さっきの手袋とかもそうやしね、ブーツもそうやけど、やっぱファストファッションではその価格作れないんですよね。生地の仕入れ縫製って考えても複雑にちょっとなってきてるから、それはちょっとファストファッションが厳しいってなったりしたら、まあ、この辺は買いでしょうと。今の段階でなんぼ、9万ぐらいかな、1155、そうですね、9万5000円ぐらいかな。ちょっと値段ははっきり分かってないですけど、大体それぐらいでしょう。で全く同じものは下の動画説明欄に載ってますので、そこから見ていただければ正式な値段も分かるんですけども、次ねラストいきたいなと思います。でラスト、おいこれで高いの出さんといてよって思う方もいらっしゃると思いますし、ちょっともう これ以上なんてボーナス飛んじゃうと思うかもしれんけども、ラスト何なんか5点目はね、これ一括りで言います、ダウンです。でダウンに関してはもうこれはっきり言って好き嫌いあるんですよ。だから以前僕ね、ノースフェイスのおすすめのダウンジャケット、こういう人におすすめですよっていう動画作っております。こっちに出してるけどもね、7000、こういう方にはおすすめ、こういう方にはおすすめじゃないとかって言って、若干今年は仕様変わってるんですけども、一旦それを見てください。で一旦それを見てほう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 ってなったりですね、僕の動画をずらーっと見ていったら仕様の変更の話もいっぱいしてます。だからもうここで喋り出したらキリないから、もうとりあえず終わりますけども、ダウンに関しては用途が違いますので、その人に合ったやつって言われたらあなたの生活見ないとわからない。だからもう僕ね、おすすめなんですかとかたまに言われたり、身長何センチ何センチで言ったら何がいいですかねって言われてもしても、あなた趣味なんですかとかね、あなた普段どういう生活リズムですかとか、朝早くないんやったらそんなダウンってモコモコしたやついらんじゃないですか、日中しか動かんないやつね、でも朝通勤で早いんですとか、実はねこうチャリンコ乗ってるから雨とかよく降ったりしたら困るんですとかね、でそれ以外にも予算はこれだけやったら出せますとかってね、人によってちゃうから、何がおすすめって言われたら非常に難しいんですけども、まあ、とにかくこれ見てくださいということなんで、まあダウンに関しては1着ぐらいあればいいでしょうということなんですが、僕個人的にノースフェイスの一番強いとこ、要は美味しさがある、旨味を感じれる部分っていうのがねダウンジャケットにもあって、まあ旨味ってなんやねんって言われたらね、僕の近所のとこに、ね、うまい寿司屋があるんですよ。でもその寿司屋って一番うまいのはアナゴなんですよ。アナゴがとにかくうまいっていう有名な寿司屋があるんやけども、そのアナゴはうまいんやけども、じゃあ他のもんも全部同じクオリティでうまいって言ったらやっぱりちょっと落ちるなっていうのはあったりするんですけど、ノースフェイスのダウンも一緒、全部が全部すごいクオリティじゃなくて、ちょっとこれ落ちるなっていうのもやっぱあると思うんですよね、僕はね。まあ相手は言いませんけども、なんかあるんですけどね。でそう考えた時に、まあこの辺やったら悪くないというか、そんなに全然誰が来ても用途合うやろなっていうところがね、だいたい6万円ぐらいのダウンです。6万円ぐらいのダウンやったら、まあ、それぞれの用途にはしっかりハマってくるんちゃうかなと思うので、まあ例えば6万円で何っていうと、例えばねこのバルトローとかも6万ぐらいし、まあ、マウンテンダウン、まあ、これ7万いかんぐらいかな。でまあビレイヤーとかってなったりしたら、この辺に関しては食べてこう旨味を感じる部分、美味しいところはしっかりあります。だからカスみたいなのが壊されてるっていうのはあんまないんやけども、まあ、それ以外にもね、まあ、名前忘れたけども、このウィンドストッパーのねダウンジャケット、去年小栗旬さん着とったけど、今年ここら辺裏側が黄色みたいになってるやつが出てるんですけどね、この辺とかも比較的いいなと思って、これもまあ7万か8万ぐらいしたと思うんですけど、まあ、それぐらいの価格帯やったら非常にねいいやつも多いんじゃないかなと思います。やっぱ今年ね結構仕様変更してるんですよ。だからだいぶ変わってるんですよね。だからそれによって今までとかやったらこれ良かったっていうやつもあったんやけども、ちょ
っと残念ながらお蔵入りというかね、あのランキングには僕のランキングにも入らなくなったっていうのもあったりするんですけども、まあ、そういったことでこの5点に関しては、まあ、勝って後悔することはないでしょうと。で5点目のダウンに関してはもうそれぞれの用途がありますので、僕が個人的にこれ好きあれ好きとかっていうことじゃなくて、まあ、皆さんのねどれが合うかっていうのを見てもらったらいいかなと思うんですけど、上4点に関してはどんな用途の人でも合います。グローブ、ダウンのシューズ、そして中綿パンツ、ラオジャケット、この4点はもうどんな人類宇宙人じゃない限り全員に合いますので、とにかくこれ買ってくださいというお話をさせていただきました。こんだけ言ってもいつも言いますよ、農政さんから1円ももらっておりませんと。株のね、配当をいただいたりだとか、株式を譲っていただいたり、そんなことも一切ございませんということなんで、ただただ、無心で喋っておりますけども、そういうことで、農政さんのねおすすめトップ5ということでご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。